チャオ、こんにちは。今日は冷製パスタですね。日本だけの冷製パスタです。やります。材料はこちらです。お野菜はトマトと、これ大葉、まあ、バジリコとかイタリアンパセリでも OK。 あとレモンですね。ニンニク、生ニンニクです。それとこれがアンチョビのフィレ、オイル漬け。あとこれね、オリーブオイル漬けのツナなんですよ。塩漬けのケッパーです。ちょびっとだけマスタードで、玉ねぎのみじん切り。これね、美味しいんですよ。レモンとオリーブを一緒に絞ったレモンオリーブオイルですね。以上でいきます。マスタードちょっとだけ入れます。ただ、これが細かく刻んだ玉ねぎですね。あとこのオリーブオイル漬けのツナって、イタリアは普通それなんですけど、最近日本でもそれがね、出てきたんですよね。それまではほら、違うオイルにつけたのが多かったんだけど、イタリアも 100% ね、ツナのオイル漬けはオリーブオイルですと。今日は1貫でいいかな。加えます。これがさっきのレモンオイルコンディショナー。おいしいよこれ。塩、コショウ、でここにレモンの汁を。よいしょ、よく混ぜると。で、一回切って、うまいけど、もうちょい塩入れますね。冷たい料理の場合は塩味が感じにくいそうです。なのでちょっと塩分が多くなるみたいな。
玉ねぎの辛みが効いて美味しいですよ。よし、します。塩 1% から 1.5%。パスタ今日は 150g ですね。パスタ上がりましたので、これをね、水で洗うんですよ。氷に入れちゃう。一旦軽く水気を取りますな。軽くね。で、さっきのソースに入れちゃう。はい、ひたすら混ぜる。馴染むまで少し時間かかるんですよね。やっぱり1分以上は混ぜてた方が良さそうです。みよ。はい、完成です。はい、では今作った冷製パスタね、行ってみたいと思います。食べる前にこのレモン入りのオリーブオイルをちょっとかけるとね、風味が増すんですよ。うまいですよ。ではいただきます。爽やかですね。今日は白のスパークリングワインです。まあ、レモンの酸味とトマトとね、あと玉ねぎ、これがすごいこうミックスされると、そのツナのオリーブオイル漬けもいい味してますね。なんかバランスが取れた一皿、サラダみたいな感じです。ごちそうさまでした。とっても美味しかった。最後にバジリコとかの葉っぱを添えたりとか、オレガノをかけたりしても美味しいね。まあ、本当今日はね、パスタの太さが 1.75 だったんですよ。でも本当は冷製パスタってもっと細いのがいいそうです。 1.4 以下とかね。イタリアで言うとスパゲッティーニとか、もっと髪の毛みたいな細いね、パスタを使うことがありますけど、実はその冷製パスタはイタリアではほとんどお目にかかることはないんですね。これ日本製です。まあ、それはさておき、美味しくいただきました。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。なんかリクエストでもありましたらコメント欄に寄せてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオチャオチルディアムチャオボナノ。